きチャンネル。ちょ、こんにちは。さあ、今日はですね、まあ開幕して不振の選手いるじゃないですか、それはまああのシーズン前半良くても中盤から不振になるとか、もうシーズン当初から不振になるとか、シーズン終盤不振になるとか、もともと能力のないから打てないとかあるじゃん。不振のとか特に打線で打てない選手は一軍にそのまま置いて育てるべきなのか、もしくは復調するのを待つべきなのか、二軍に落として実戦経験を積んで状態が上がった時に一軍を戻せばいいのか、さあどっち。これは私はもうどっちもだと思います。でもファンの人言うじゃないですか、いつまで作ってんだよ、二軍落とせよもうお前、愛人かよみたいな。いやこれはでも私選手によってするべきものは違うと思うんですよ、なんならまだ若い選手、でもちょっと出したら勢いあったけどいきなり打てなくなっちゃったってなったら、いろんなピッチャー経験させるために二軍に落とす、とかでもいいと思いますし、でももうベテランでいろんな経験あるけどいきなり打てなくなっちゃったってなったら取り返す術を自分で持ってる気がするので、すぐ復調する可能性もある気がするから、そのまま私は置いといてほしいと思うし。でもそいつが全く打てなくて順位がどんどん下がっていったら、どこまでも我慢するかですねそれどこまで我慢するかです。だからもう俺は答えとしては、打てないその選手の代わりも打てないんだったら、もうその選手使った方がいいよね。同性だって他にも大したやつもいなかったら、その選手を復調するためにずっと出し続ければいいじゃん、でその選手を調子悪いからって使わないんだったら二軍落とした方がいいよね。まあそうですね、だからこう使い続けるのか使い続けないのかによると思う、正直、調子悪いからって使わないで練習だけで調子が良くなるやつなんていないのよ、結局は、もしくはじゃあ代打でとか、代打なんてレギュラー でスタメンで出てるより難しいんだから、打つのが、代打で復調なんてしないのよ、だからもう一番はそこやと思う、調子がいいとか悪いとかその選手がベテランとか若手とか考え関係なしに、出すのかどうなのかっていう、ずっと出しときゃいいのよ、打てなくてもそいつを使いたいんであれば、もしくはそいつの代わりがいないんだったら、中途半端なことしないで、そいつを心中じゃないけど、ずっと打たなくても使い続けて、復調するのを、もう待つっていう、でもしくはもう使わないんだったら、とか出したり出さなかったりするんだったら、所詮10日間だから、2軍に落としても、10日間2軍に落として全試合試合出させて、ちょっとリフレッシュさせて、もう一回戻してもいいんちゃうかと思うんだよね。確かにそうですね、使わないで1軍にずっと置いとくんだったらもったいない気はしますよね、だったら2軍でまた勉強させてとかの方がいい、とかもうどんなベテランでどんな実績あっても、なんか出したり出さなかったりするんだったら、もう思い切って2軍に10日間落とせばいいのにっていう、しかも、これがシーズンいつなのかにもよると思うね、序盤なのか中盤なのか終盤なのかにもよると思うけども、俺は終盤だったらもうそれはもう真珠だね、そんな落としてる時間ないから、そうですね、最後までもう生き続けるしかないじゃん、それがもうそいつを使わないってするしかないから、中途半端ないじゃんね、前半だったら我慢して使った方がいいと思うんです、正直、まだ負けたって、そいつが復調してきたら取り戻せるのは全然あるんやから、もうずっと使い続けて勝負すればいいじゃん、でファンの人から愛人かよとか、ひいきしてんじゃねえよって言われたって、は関係ねえよみたいな、俺が監督なんだからと思って、そいつをずっと使い続ければいいじゃん、一番問題なのは中盤、どこまで踏ん張るかの、もう結構踏ん張ってきたじゃん、後半に向けてはまだあるってなった時に、俺は中盤だったら一回2軍落としてもいいんちゃうかと思う、そうじゃないと我慢してきても復調しなかったら、このまま復調しないで終わる可能性あるから、1回もう2軍に落として2軍で試合いっぱい出させて、でちょっと能力の落ちるピッチャーを出して、そのタイミングとか自信をつけさせるっていうところではいいきっかけになると思うから、どこかにもよると思うんだよね。そうですね、しかも1軍で1ベンチにずっといるのがなんか一番良くない気がしますね。そうそうそう、一番良くないのよ、ピッチャーでもそうなのよ、ずっと1軍いるけど投げないみたいな、これはもうベテランだったらいいのよ、もうそんな別に2軍でなんかする必要もないから、こう若手で、若手とか今油乗り切ったぐらいの時で使わないのにずっと1軍、最悪だ、本当そうですね、試合感何もつかめないまま、10日に1回ぐらい使うみたいな、いい意味ないからみたいな、だったら2軍で試合出たいですね。そう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 、でこの動画がどこで出るのか分かんないけど、もし前半で出てんだったら、まあ今はもう我慢してその代わり使い続けた方がいいと思う、
ジャイアンツの坂本とか、はい、阪神の佐藤輝とか、うん、状態上がってきてないけども、うん、使い続けて上がるまでもうそいつらに苦しませた方がいいよね、うん、元気なんだったらよ、そうです、ね、体が、うん、どっか調子悪いんだったらちょっと話は変わるけども、うん、元気なんだったら別にそんな代わりもいないしね、うん、でそいつが打ってもらわなきゃ困るわけでしょ、うん、チームとしては。でももし使い続けてうわーいいところでやっぱ回ってきてでもストッパーになっちゃうなってなったら違う人使ってみようかなってもなっちゃいますよね。やっぱり序盤だから、まあ確かにそうですね、うんうん、負けたって別にここで取り返せばいいし、うん、それを使い続けるのもありだと思うけど、これがまた中盤になってくると、はい、もう2軍行って、うん、1回ちょっとリフレッシュしてやった方がいいかなっていう、うん、そうずっと打てなくなるとね、うん、でもよく選手が何年監督には本当にずっと我慢して使ってもらったんで感謝してますみたいな言葉をすごいよく聞く気がするんですよ、うん、でもそれはそいつが結果残せたからね。でも大体我慢してくれてるよ。あ、そうですか。だってレギュラーの人たちは、うん、だずっと打つやついないから、だから3割じゃん。まあ、そうですね、うん、それはずっと打てない時もあるわけよ、はい、シーズン中だったらね、うん、それはもう全員我慢してると思う、はい、我慢しない人よそんなにいないと思うよ。そうですね、だって村上だって、うん、多分最初はサードで結構ちょっと一歩過ぎ気味で、うん、冒頭めっちゃ投げてたけども、うん、我慢してサードで使ったら、うん、はい、今や守備面もめっちゃ安定してるし、うん、三冠王じゃんね、はい、坂本だって二岡が怪我でいなくなってもう坂本一気にいきなり使ってっていうところもあるし、はい、うん、みんな多分それなりに我慢はされてると思う、うんうん、そっか、ずっといい選手なんていないですもんね、うん、でピッチャーでも、うん、どんなにすごいやつでも1ヶ月なんかうまくいかなくて勝てなくても、うん、使い続けてくれた人もいるだろうし、はい、いるかも分かんないよ、うん、ずっと成績いいんでみたいなずっと安定的にね、うん、もういるかも分かんないけども、うん、大概の人はどっかでは絶対我慢してくれてると思ったりとか、うん、最初まだあんまりなのに、うん、無理でも使ってくれたことによって上がってきた可能性もあるから、うん、WBC の村上選手もあれ、うん、最後そうだしもんね、うん、そうそう、でもあれもし仮に打てなかったら、うん、なんでバントしないやとか、うん、絶対言われるからで、ね、全て結果論でね。でも変える選手はいたけれども栗山さんずっと最後まで使ったじゃないですか、うん、そう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 、うん、それで戻るってこともありますからね、うん、そうそうそう、逆に言うとロッテとかだったら、はい、松川とか、うん、もう2軍に落として大正解だよね。あ、まあそうですね、だって1軍に置いてても使わないんだから、うん、で使わないし1軍でもそんな打たないんだったら、うん、まだ若いしね、うん、もう2軍で経験積ませて、うん、試合出させて、うん、本当に2軍のピッチャーって実力ゴーン下がるから、うん、ビビるぐらい、はい、天と地の差って言ってますもんね、うん、1軍でずっと出てて、うん、怪我して2軍の調整試合行くと、はい、マジかと思うからね、うーん、こんなにしょぼい球で、はい、こんなに甘いところ、うん、何球も投げてくるんだと思って、はい、俺だって1回、うん、2000何年か忘れちゃったけど、うん、1回怪我して2軍落ちて、はい、1試合か2試合からだけ調整試合で出たので、うん、1打席目、うん、変化球ど真ん中に来て、はい、うわ見逃したわと思って、うん、と思ったらもう一回来たからね、同じ同じ軌道ででホームラン打って、うん、で次も2打席目、はい、これもう一回打てそうな気がすると思ったらまたホームラン打って、マジかと思って、うん、何球も甘いとこ投げてくるんだと思って、それって甘くなっちゃうってことですか。だからそれだけの能力しかないからだよ、だから2軍にいるんだよね、はい、っていうぐらい、うん、やっぱ下がるから、うん、そういったところで結果を残して自信にさせて上げてくるっていう手も手だから、うん、はい、使ったり使わなかったりするんだったら、うん、さっさと2軍落として10日間リフレッシュと試合やらした方がいいよ、うん、そうですね、初戦10日だからね、うん、じゃあ今佐藤さん的には佐藤テルとかはずっと出す、もう今スタメンちょっと外れることが多いじゃないですか、うん、ずっと出す、もうずっと出し続ける今のこの早い時期だったら、うん、でもそうやって出して出さなかったりだったら、うん、もう1回10日間2軍落としてるね、うん、で代わりの選手がいるんだったらね、そうですね、だから渡辺とか出すんだったら、うんうん、もうサドテル10日間落として2軍で全試合出させて、うん、で10日だったら戻して使うっていう、あ、確かに、だから代わりの選手がいるかいないかにもよるんだけど、ね、そうですね、うん、でもそれであれじゃないですか、渡辺選手がまあ最初の試合すっごい結果出したじゃないですか、うんうん、それで10日間落とした時にそこがハマっちゃったら、でもサドテルも渡辺でいいじゃん、だって誰が出たって勝てないんだから、ただチーム的には勝てばいいですもん、ね、そう、別にサドテルじゃなくても誰でもいいんだよ、確かにサードなんて別に北条が出てホームラン30発打ったら北条でもいいわけ、うん、そうですね、うん、ハマれば誰でもいいですね、そう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 、全然、うん、そいつじゃなきゃいけないみたいな理由ないから、はい、ジャイアンツだってショートで門脇が出て3割4分くらい打って、うん、はい、たらもう別に門脇でいいじゃん、そうですね、坂本じゃなくてもね、でもそうやってみんな、はい、ベテランとか実績ある選手はクビになっていくから、そっか、代わりが、だから代わりが来ないから、うん、ジジイがずっとできるわけ、はい、だって負けないじゃん、うんうん、
中途半端な成績になっても負けないじゃん、はい、うん、でそれを若手が出したら別にこいつじゃなくてもいいんだから、そうですね、だから辞めていくだけじゃん、うん、でサトテルがまあもし2軍で経験も1回やり直して調子上がってそれはそれでいいですもんね、うん、そう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 、うん、不調だからって出したり出さなかったりするのが一番、うん、その戦略上だったらいいよ、もともとそういう戦略で常に俺らとかボビーみたいな感じで、うん、もう常に出る選手変わって、うん、あのボビーマジックで百何十通りのピッチャーとか右左とかいろんなことの兼ね合いで打順も変わったりとか、うん、誰出すとか決まって出たり出なかったりだったらまだいいけど、うん、ずっと固定して戦うそのプランの中で出したり出さなかったりするぐらいだったら、うん、俺はもう1回2号としてやった方が復調しやすいんちゃうかって個人的には思う、なるほど、まあ、確かにそうですね、うん、もしくはもうそいつにかけるんだったらずっと出し続けるっていう、うんうん、ところはまあいるのかなっていうところでね、はい、まあ、皆さんね、うん、どう思いますかっていうね、はい、ところはみんなで考えていきましょう、まあ、答えないんでね、そう正解ないですからね、そうそうそう、何が正解かないから、はい、みんなの意見をね出し合って、はい、いろんなことをみんなで勉強しましょう、はい、はい。